今までの最高売上の3、4倍ですかね。楽天に着物京こまちを出店している着物卸問屋のマルヒサ。最上の染色技術で織り上げられる着物を中心に、浴衣やバッグなどの小物も販売しています。しかし経営者の村井さんはそのネットショップの運営に問題を抱えていました。うち外注とかしてないので、全て自分たちで内製でやってたんですけれども、どうしてもネットショップって時間があればあるほど全部できちゃう分、情報が多かったりとかやれることがたくさんありすぎるっていうことで、まあ取捨選択が多分大事なポイントだと思うんですよね。そういうところでやっぱり大事な情報とかを自分で取っていくっていうよりは、やっぱり専門家に任せた方がいいのかな。そこで村井さんは日本 EC サービスに相談。会員企業となり、現在の運営についてこんな指摘を受けます。楽天をメインで始められていて、やっぱり楽天ショップとしてのこう注力されているケースが多いので、やっぱりその浴衣とか着物に関係するものは、まあ、ちゃんとこう他のモールも含めて対策しないと、他のショップさんが売れちゃってるとかっていうになっちゃいますので、そこにまず力を入れていただいて、やっぱりアマゾンとかヤフーショップにも売れるように。その後、楽天以外のモールで展開している商品の数や情報を一から見直し、特にコロナ禍で販売したマスクに力を入れ、素材の良さや機能性などの表示を分かりやすくすると売り上げがアップ。こちらのスタッフさん総出でいろいろアドバイスいただいたりして、今までの最高売上の 3,4 倍ですかね。多分その1ヶ月で年商の半分ぐらい売れたんですよ。もうそれはもうまさしくここのアドバイスがなかったらできなかったかなと思ってます。とにかく効率とスピードですかね、そこが全然違うかなっていうか。着物はもちろんその日本の文化に当てはまると思うんですけれども、着物だけじゃなくもう一段階上のレイヤーで日本の文化を日本国内の人だけじゃなくて世界に楽しみ方を一緒に発信していきたいなというふうに考えています。そういう意味ではやっぱりネットビジネスっていうか、ネットショップにチャレンジしてよかったなと思いますね。